私の名前は岡田咲、夫と幼稚園の娘と暮らす29歳の専業主婦だ。朝から娘がジュースこぼして大変だったわ。忙しい時にやられると困るよね。ママ友のゆりかとあずさは娘同士が同じクラスで、入園当初から仲が良く、よく3人でランチをしたり、休日に家族ぐるみで遊ぶこともあった。子供たち同士も仲が良く、小学校に上がったらちゃんと他の友達とも遊んでくれるかななんて心配をゆりかやあずさとよくしていた。ある日、娘の幼稚園のママ友であるゆりかの家に集まって、あずさと3人でお茶をすることになった。そういえばバザーまであと1ヶ月だね。もうそんな時期？毎年結構大変なんだよね。わかる。うち同じ係の他の人が結構働いてるママ多くてさ。ゆりかのところは何役になったんだっけ？うちは手作りグッズの販売だってさ。うわ、それめんどくさそう。こんな風にいつものように世間話やちょっとした愚痴なんかを話しながら、あずさの持ってきた紅茶をみんなで飲んでいた。ちょっとお手洗い借りるね。どうぞどうぞ。美味しいからちょっと紅茶飲みすぎちゃったかな。ゆりかの家のお手洗いを借りた私はふとあることに気がついた。あれ、そういえば冬なのに便座が暖かい。ゆりかの家、温水便座に変えたんだ。前に来た時は普通の便座だったはず。冬は寒いし、うちも変えようかな。お手洗いから戻った私はゆりかにどこの業者を使ったのか聞こうと話を振った。ゆりかの家のお手洗い、温水便座に変えたんだね。暖かくてびっくりしちゃった。そうなのよ、ちょうど2人が来る前に取り付けたの。ひんやりしなくていいでしょ。へー、いいね。うち中古の戸建てだからついてないのよね。うん、うちも変えたいなって思ってさ。どこの業者に頼んだの？水回りの業者って結構詐欺みたいなところ多いもんね。業者なんて使わせないよ、高いもん。うちじゃ出せません。やっぱ高いよね。うん、だから近所の岡田喫茶からもらってきたの。ゆりかの発言の意味がよくわからず、私とあずさは一瞬戸惑った。え？もらったって便座を？一体どういうこと？喫茶店から便座をもらったってこと？そうそう、もう取り外すのめっちゃ大変だったんだよ。お店の人に見つからないように持って帰るのも結構苦労したんだから。自慢げに話し出すゆりかに唖然とした。お店の人に見つからないようにって、それってもらったっていうか、それ盗んだっていうんじゃないの？何考えてるの？ゆりかの話を聞いていたあずさが突然怒鳴ったので、私もゆりかもビクッと体を震わせた。岡田喫茶って私のお姑さんの妹がやってるお店なんだけど、持ってったのゆりかだったわけ？え？どうやらゆりかが温水便座を盗んだお店はあずさの身内のお店で。いや、温水便座を盗むって何？あれって取り外せるの？え、そうなの？全然知らなかったよ。言ってくれれば他のお店にしたのに。そういう問題じゃないでしょ。あんた店から盗むとか。ちょっと落ち着いて。悪びれないゆりかの様子にあずさがヒートアップしそうだったので、一旦冷静に話すようになだめた。ゆりか、ちゃんと詳しく説明してくれる？一旦聞くから。落ち着いて話を聞いたあずさは怒っている様子はあるものの、落ち着いて話を始めた。まあそりゃ身内の店から物を盗んだ犯人が目の前にいるんだから、怒るのは当然なんだけどね。そうね、今盗んだことをどうこう責めても変わらないもんね。うん、ゆりかが悪いのはもちろんだけど、今はこれからどうするかを先に考えた方がいいね。え、これからって何？警察に被害届出してるって言ってたから、今すぐ警察に行こう。ゆりかがちゃんと弁償してくれるなら、被害届は取り下げるよう私から相談するから。警察って、さすがに大げさじゃない？っていうか、お店のものだったらどうせ経費で落ちるんでしょ？経費だからってただで買えるわけじゃないんだよ。それにゆりかがお店から盗んだことに変わりはないでしょ。けどあずさが払ったわけじゃないでしょ。お店のトイレなんてテナントのものなんだから、誰のものでもないよ。てか、姑の妹なんてもはや敵側の人間じゃん。私はあずさの友達なんだよ。友達とクソ姑の妹、どっちが大事なの？切って、
お姑さんもおば様もいい人だよ。嫁にとって姑なんて存在してるだけで害悪じゃん。なんてわかんないの？洗脳されてない？今その話は関係ないから。私とあずさの二人がかりでゆりかに必死で説明するも全く話が通じない。そもそも盗むことが悪いって大の大人に説明することもおかしいんだけど、ゆりかがこんな人だと思ってなくて正直少し現実味が湧いていない。結局全く反省する様子のないゆりかを見て、あずさは諦めたのかその日は解散した。そしてその日の夜、あずさから電話があった。もしもし、今大丈夫？大丈夫だよ。どうかした？実はゆりかが話してたことなんだけど。おばさまに全部説明したんだよね。もう警察にも被害届出しちゃってるし、ゆりかが捕まるのも時間の問題な気がするしさ。私から説明したけど弁償する気がなさそうってことも。そうだね、ゆりかがまさかあんなことするなんて思ってなかったけど。それでおばさまといろいろ話してみて、お店の方で弁護士を雇って、その弁護士さんからゆりかの旦那さんへ弁償の請求をする書面を送るのがいいかなってなったんだ。そうだったんだ。ゆりかや子供たちのことを考えるとそれがいいのかもしれないけど、あずさや喫茶店の方は大丈夫なの？まあお店としてもあまり大きな問題にしたいわけじゃないしね。盗まれた便座が弁償されるなら大丈夫だよ。それにしてもおばさまもめっちゃびっくりしてたよ。まさかうちの温水便座が盗まれるなんて思ってなかったって。温水便座なんて普通盗まないよね。いやそれがね、あずさが言うにはウォシュレット目的で温水便座を盗まれることは割とよくあることらしい。私はあまり分かっていなかったけど、温水便座って蓋付きの便座ごと工具で外せるようになっているんだとか。百貨店とかで外国人観光客が持ち帰ったりする被害は結構多いらしいと教えてもらい、なんというかこんなすごい窃盗がよくあることなんて信じたくないな。まあでも盗むとしても相当大きいものだから、喫茶店とかで盗まれるなんて思わなかったって言ってたよ。そりゃそうだよね。私も昨日ただ温水便座に買い替えたんだなとしか思ってなかったし、あんな話になるなんて思ってなかったよ。なんか巻き込んじゃってごめんね。全然気にしないで、私にできることがあったらいつでも相談してね。ありがとう。そしてその数日後、喫茶店が雇った弁護士さんからゆりかの旦那さんへ正式に弁償を求める書面を送ったそうだ。ゆりかの旦那さんは至極まともな人だったようで、お店まで謝罪に来て新品の温水便座を弁償してくれた。僕が仕事に出かけてから二人が遊びに来る間に取り付けたらしく、全く気づけませんでした。本当に被害に遭われたお店には申し訳がない。ゆりかの旦那さんは今回の件でゆりかに緑の紙を突きつけ、二人はそのまま離婚。そんな話を聞いたある日、岡田喫茶であずさとお茶をしていた。そういえばこの間ゆりかの旦那さんがうちに謝罪に来たんだ。こういうことがあったけど子供には関係ないので、なんとか今まで通り仲良くしてくださいって。なんかゆりかの旦那さんがかわいそうだよね。子供たちには今回のことを話すつもりもなかったし、私としても今まで通り仲良くしてほしいからもちろん了承したんだけどね。うちの子もいつも今日もお砂場で遊んだとかのんきに話してるよ。というかお店の便座とかいろんな人が使ってるじゃん。そんなの持って帰りたいかな。それもそうだよね。というかあんな大きいのどうやって持ち帰ったのかな。バレないようにエコバッグに入れたとか言ってたけど、あんなの入るエコバッグある？っていうかあれってそんな簡単に外せるものなのかな。なんて話しているとゆりかが突然ドアを乱暴に開けてお店に入ってきた。店員はどこ？あずさもいるじゃない。あんたらのせいで私は離婚することになったんだからね。慰謝料払いなさいよ。私たちのせいですって？離婚したのはゆりかが盗みっていう犯罪を犯したせいでしょ。全然反省してなかったのね。うるさい、人を警察に突きつけて離婚させるなんて友達のすることじゃないわ。絶対に許さない。あずさとゆりかが言い合いをしている最中、店長であるあずさのおばさまが警察に通報。そのまま到着した警察官に急
恐喝で話を聞かれている最中に警官につかみかかったらしく、パトカーに連れ去られていった。それからというもの、実家に帰ったのか余罪があったのか、ゆりかの噂はほとんど聞かなくなったし、ゆりかを見かけることもなくなった。ゆりかはいなくなったものの、子供たちは今まで通り変わらず仲良く遊んでいる。子供たちを引き取ったゆりかの元旦那さんは、子供たちに窃盗のやり方を教える前に親権を取れて本当に良かった、絶対にあんな大人には育てないように頑張りますと言っていた。来年から小学校に上がる娘たちをきちんと善悪の分かる大人に育てないといけないなと、仲良く遊ぶ3人を見て思うのだった。ご視聴ありがとうございました。また見てね。